とおっしゃる。あら、ママは？中にいるよ。ママ！ママ？どこにいるの、ママ？ママ！どこにいるの？あ、ママ！それに村の人たちも。ママ、どうしたの？どうして私に顔を見せてくれないの？どうしたんだ、シャル。だった。シャル、びっくりしたよ。夜中に大声でママを呼んでいたので。一体どうしたんだね。結婚式の夢を見てたの、パパとママの。ママは綺麗だったかい？それが、私ママの顔は見なかったの。無理もないさ。シャルはママの顔を知らないんだからな。夢の中でぐらい顔を見せてくれたってよかったのに。あさっての夜は本物のママに会えるさ。そして次の日は結婚式ね、パパとママの。いや、ちょっと照れくさいがね。大丈夫、私もついてるんだから。どうした、シャル。なんだか目がくらんで。ああ、いかん、ひどい熱だ。横になんなさい。よかった。ん？だってさっき見た嫌な夢が熱のせいだってことが分かったんですもん。何でもない時にあんな夢を見たら気にしちゃうもん。夜が明けたらボブゾン先生に来てもらうからね。それまでちゃんと冷やしておかないと。それじゃあ氷枕を作ってかよ。パパ。ん？なんだね、シャル。最初で最後ね、パパに看病してもらうの。うん、次からはママの役目だ。あ、ボブソン先生の自動車だ。本当なのかしら、シャルが病気になったって。シャルが病気なんかにかかるわけないだろう。きっとお父さんさ。俺もそう思うよ。あ、ボブソン先生よ。ん？先生、ありがとうございました。いやいや、じゃあお大事に。ピンピンしてるぜ、お父さんは。やっぱりシャルが病気なのかな。かかりませんか、先生。寒くなると調子が悪くてな。よろしかったら馬をお貸ししましょうか。いや、すまんな。おい、ガンス、馬を頼むよ。ないない。ちょっとあんたたち、私が熱を出すのがそんなに不思議なの？だって今まで一度も壊れたことないだろ。壊れた。これでも私は人間よ。あ、ごめん。お見舞いはそのくらいにしてくれないか。シャルはただの風邪で大したことはないんだが、おとなしく寝ていないと治らんからね。ママを迎えに行けなくなっちゃったら困るわよね。そうだよ。シャルのママってどんな人なんだろう。優しい人だと思うわ。
そうかな。サミーは違うっていうの？だってさ、シャロのママだぜ。サミーシャロ、お前は病人なんだぞ。あの調子じゃ心配ないや。よかったわね。行こう。どいたどいた。おいサンディ、シャルは病気で寝てるよ。ああ悪い冗談やめろよサミ。確かめに来るんだから偽物じゃないね。私はいや俺はメルヴィル爺さんと馬車の車輪を届けに来ただけだよ。じゃあさっさと帰ったらいいでしょ。お見舞いぐらいしたっていいだろう。ああ本当だ、熱がある。やっぱり確かめに来たんじゃないの。いや違うってシャル、誤解だよ。もう知らない。バリからの大事なお客さんを乗せるんじゃから慎重にやらんとな。いや、メルヴィルさんの作った品物なら絶対安心ですよ。そりゃそうじゃが、ま、念には念を入れんと。おうおう、サンディ、シャルの具合はどうかね。なあに、あの調子なら明日はお母さん迎えに行けるよ。そうか、明日は親子三人揃ってこの馬車の上か。今夜は特別パパの手料理をご馳走しようと思ってな。パパが夕食を？シャルと二人で過ごす最後の晩だからね。嬉しい、私も手伝う。おお、これこれ。病人はそのままそのまま。もう治ったわよ。こいつ。さあお食べ。いやちょっとばかり辛すぎたようだな。ああ、おいしいわ。気を使わなくてもいいんだよシャル、ありがとう。え、何パパ。パパがここまで頑張れたのもみんなシャルのおかげだよ。私がどうして。シャルも知っている通り、パパはフランスの貴族の息子だった。無論土なんかいじったこともないそのパパが東も西もわからないカナダへやってきて牧場を作ろうとしたんだからね。パパは何度くじけそうになったか知れやしない。尻尾を巻いてフランスへ何度帰ろうと思ったことか。そんな時おいシャル。いいんだよお前は。ありがとうシャル、パパは負けないぞ。ここを緑の牧場にしてシャルの大好きな動物をいっぱい飼ってやるぞ。私全然覚えてない。10年かかってここもようやく牧場らしくなった。シャルのおかげだよ。パパ、ありがとう。お返しかい？うん。私ママがいなかったけど、ちっとも寂しいと思ったことなかった。いつもパパが優しくしてくれたから、一度だってママが欲しいと思ったことはなかった。おいおいシャル、そんなこと言ったらママが帰りづらくなるぞ。ごめんなさい。
ら、こんなに遅くまでどこ行ってたんだい。まったくご飯だって言うのに。ああ、またうち貧乏になっちゃうわ。なんだい帰ってくるなり。なに貧乏って。こういううちのことよ。これ以上貧乏にはなりっこないよ。なるわよ。母さんクビになるんでしょ。え、なんだって。だって、シャルのお母さんが帰ってきたら、ご飯の支度や洗濯をしてあげなくても済むんじゃないの。お前さん、アンドレさんなんか言ってたかい。別に。そんなのんきな顔して。どうしよう、クビになったりしたら。なに、パリあたりでチャラチャラしてた女に炊事や洗濯ができるもんか。ねえ、チャラチャラってなに。うるさいよお前は。だいたいお前さんに解消がないから。うるせえ。何すんだよ。お姉ちゃん。何よ今さら。帰ってこなきゃいいのよ。シャルのお母さんなんか帰ってこなきゃいいのよ。このお姫様かと思ったよ。パパ。なんだね、シャル。泣いちゃうかな、私。ママに会って泣いちゃったらどうしよう。なんだ、シャル。そんなことを心配しているのか。だって。では一つ重大なことを教えてあげよう。ママは大変な泣き虫だってことさ。よかった。ん、シャル、また熱が出てきたぞ。へっちゃら、熱ぐらい。とんでもない。ボブソン先生もこじらせると肺炎になると言っていたろ。うん、平気平気。ママに会えるんだもん。そんなバカなことを言うんじゃない。パパのイジラル。何よ、ママと二人っきりになりたいから私を置いてくんでしょ。やれやれ、困ったお嬢さんだ。ほらごらん、ママを迎えに行って肺炎になったりしたら、ママを悲しませることになるんだぞ。行きがけにボブソン先生のところに寄ってまた往診をお願いしておくからな。ママによろしくね。夜になれば三人で食事ができるんだ。でもずるいな、パパだけ先に会って。さあ、あったかくしてゆっくりお休み。そしてママに元気な顔を見せてあげなさい。じゃ、行ってくるよ。旦那、気をつけてどうぞ。ごちそう作ってお待ちしてますからね。ああ、シャルをよろしく頼むよ。はい、でも本当にお嬢さんは残念でしたね。これ、シャルのママにあげて。おお、ありがとう、キャシー。シャル、行ってくるよ。そら。行ってらっしゃい、パパ。雨。そら。あら、お嬢さん寝てないとダメですよ。大丈夫かしら、パパ。じきにやみますよ。あら。一体誰かしら。フロック。こら、大
れてやって。おばさん。でもお嬢さん、羊を家の中に入れたら汚れますよ。いいでしょ、今日は特別の日ですもの。おいで、フロック。できるのよ。羊の間にはママが子供より後から来るなんてきっと分かんないだろうな。こいつはだいぶひどくなりそうだぜ。大事な日だというのにな。俺ちょっと行ってくる。シャルのところかね。ケベックの港さ。おお、そんなに遠くまでか。港へ行く道は崖崩れの名所だ。アンドレさん一人じゃ心細いだろうと思ってね。ああ、そうしてくれ。お前がついてればシャルも安心じゃろうって。気をつけていくよ。じゃ。天気じゃ今夜お帰りにならないかもしれませんよ。絶対帰ってくるわ。今夜港のホテルに泊まって明日お帰りになるんじゃないでしょうか。私迎えに行く。え、無理ですよ、そんな体で。でも心配だわ、予定より3時間も遅れてるんですもの。きっと船の入港が遅れたんですよ。とにかく私村外れまで行ってみるわ。お嬢さん、馬の蹄の音だわ。え、私には聞こえるの。きっとパパとママが帰ってきたんだわ。お父さんが。パパが、パパがどうしたの？港で。港で？事故で。死んだ。パパ。
これは夢の中の出来事なんだ。私は今嫌な夢を見ているんだ。シャルは何度も何度も自分に言い聞かせるのです。パパが死んだ。シャルにはとても信じられません。フランスから到着するはずのママの船も嵐にあったはずです。シャルはいたたまれません。友達のサンディと一緒にケベックの港へパパとママを探しに向かうのですが、次回若草のシャルロット、胸に光る星スピカ、お楽しみに。ララララ beautiful May May flower ラララ beautiful May May flower。 5月が素敵なのはサンガシが咲くから、 May flower 白い花を髪にかざせば私たち